敵を発見。敵は3体っち。先生でも無駄大敵っち。これでも、いや、敵をいっぱい発見っち。先手で数を減らすっち。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード発動っち。まだ敵が多いっち。逃げる準備を始めるっち。敵あと1体でさっさと終わらせろっち。やれろ、やるだろ。扉を突き破るっち。敵を発見。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。これでも、いや、ここから戻るっち。オイラもつ敵を発見。敵をいっぱい発見っち。先手で数を減らせっち。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード発動っち。敵を4体発見っち。さっさとやっちゃうっち。妄想を解放っち。今がチャンスっち。これが本気だ。仕事したという次もっと頑張れっち。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。この扉を進むっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を進む。敵を発見っち。逃げるなら今っち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵がい敵は3体しかいねっち。負けるわけないっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵がいるっち。敵を4体発見っち。さっさとやっちゃうっち。レイジを進むっち。
敵を4体発見地飛ばしてくれ、ぶっ飛べ、やだろ、そこまでだ。ようこそようこそ。はめやがったな。ありがとう。俺はとっても嬉しいよ。嬉しそうな顔できんじゃねえか。妄想どうするつもりですか。始末するに決まってんじゃん。ふざけやがって。いいのか。ここを壊さない限り秋葉の妄想は止まらない。どういう意味だ。そのまんまの意味だよ。お前ら疑問に思わなかったのか。どうしてこんなに妄想が侵食していたのか。秋葉だからだよ。秋葉には妄想力が強い人間が多いんだ。ふん、そう。そしてピンクマントが背中を押したのよ。だから妄想が溢れ返った。残念、大外れ。違うんですか。なあお前ら、カノンが現れたのはいつだ。すでに妄想が侵食し始めた後だろう。それはなあ答えてみろよ。答えられないよな。そうだよな。だってカノンだけのせいじゃないんだから。カノンだけじゃないんだよ。もう一人いるんだ、妄想を生んだ人物が。妄想が溢れかえる日常を、そう、そんな非現実な日常を生んだ真犯人が。みんな噂をすればなんとやら。あなたは。それじゃあ改めてみんなに紹介しよう。秋葉に妄想をあふれかえらせた真犯人、このお城のお姫様、星野咲ちゃんだ。え、嘘だっち。咲が犯人なわけないっち。絶対にありえないっち。おい、うるせえぞ。今いいとこなんだ、黙って聞いてろ。おい、どういうことなんだよ。お姫様はね、現実に飽きていたんだ。ありきたりな毎日にうんざりしていたんだよ。だからこういう妄想をしちゃったんだ。なあサキ、なんでお前そんなに楽しそうなんだ。え、だってさ、妄想の侵食とか普通だったら投げ出すんじゃないかなって。私、普通じゃない毎日が楽しいよ。妄想を壊すのが楽しいの。だって毎日つまらなかったんだもん。みんなと同じ学校に行く毎日が、みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ放課後で、そんなみんなと同じ毎日がつまらなかった。でもね、ある日不思議な扉を見つけたの。最初はね、もちろんなんだかわからなかった。だけど扉の向こうで不思議な人に出会ったの。その人は教えてくれた。ここは妄想宮だよ。あれは妄想銃だよ。妄想は壊さなきゃいけないんだよって。普通の人にはわからないんだよって。妄想を壊せるのは特別な存在だけなんだよって。やっと見つけたって、そう思った。その日から私の毎日が変わったの。だからあの日から私は特別な存在なの。初めて聞いたっち。ピン君に出会うちょっと前の話だよ。特別な存在ね。
まさかここまでのお姫様とは思ってなかったよ。あなたは？そうだ、あの時はありがとう。おかげで俺の仕事が一つ片付いたんだ。ふざけんなよ。だからってなんでサキが犯人なんだよ。秋葉の妄想は全部サキの妄想だって言うのか。さすがにそんなことはないよ。ここ最近の妄想、その原因はお前らも詳しいだろ。お姫様の妄想はあくまでも非現実の日常だよ。その非現実をね、妄想を加速させるという妄想で叶えたんだ。なるほどな。おいレイジ、俺たちにも分かるように説明してくれよ。お前も言ってたろ、秋葉って町はな、妄想力の高い奴らが集まる町なんだよ。そんな妄想者予備軍が集まる町に、星野咲という妄想を加速させる女が現れたんだ。だからみんな妄想者になっちゃったのさ。案の定、秋葉に妄想が溢れかえるようになった。そしてめでたくお姫様は特別な存在として活躍の場を増やしていったのさ。だけどこんなケースは初めてだ。調べるのに苦労したよ。嘘よ、そんなのデタラメよ。だって私はあの日妄想を認識できる特別な存在になって。っていう妄想だろ。君はね、特別な人間なんかじゃない、ただの妄想者さ。自分で妄想をあふれかえらせてそれを破壊する。いや、最高の自作自演だよ、特別な存在さん。いい加減にしろよ。お姫様みたいな妄想を放っておくとさ、すっごく危険なんだよね。っていうか、めんどくさい。だからこうやって侵食してくれて助かったよ。ようやく始末することができるからね。いい加減にしろって言ってんだろ。朝日、お姫様を守る騎士にでもなったつもりか。こりゃ傑作だね。だから俺はお前が嫌いなんだ。珍しく気が合うな。俺もだ。リユモです。最初から気に入らなかったのよ。お前の話が本当かどうかそれは俺にはわからない。でもな、お前の話は気に食わない。それだけわかれば十分だよな。俺もお前ら全員気に食わねえよ。かかってこい、雑魚どもが。まとめて始末してやるよ。少しは俺を楽しませてくれるのか。かかっ、消えんじん、消えとけよ。シャッキー、仲間だ、ヘッドホン装着、歩く、撮影して、歩く、撮影して、フェイクプレイ、撮影して、歩く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 、撮影して、なんで思ったよりやめた。へえ、意外とやるじゃん。くそ、この野郎。あんなクズでも一応は管理局の幹部だからな。そろそろいい時間だな。逃げる気？いや、ここからは感染タイムさ。もうそうしか。過保護な王様が現れたみたいだ。タイミングが悪すぎます。さあどうするんだ。奴を倒さないとお前らはここから生きて帰れないかもしれないな。最低な男ね。ほーら、自分たちの手で壊してごらんよ、大切なお姫様の大切な妄想をさ。それだけは。
壊していいよ。え？だってこんなの私の妄想じゃないから。サキ、たとえ私の妄想だとしても、この妄想が壊れたら秋葉原の妄想は止まるから。でもねえ朝日、私ってやっぱり特別な存在だと思うんだ。私の妄想が壊れたらね、妄想の侵食から世界を守ることができるんだよ。それってやっぱり特別な存在じゃない？だけどもう決めたの。サキさん、最後まで特別な存在でいさせて。サキねえ、お願い。わかったわ、ことみ。面白くなってきたね。何を楽しんでいる？我々秋葉原自警団を忘れてもらっては困るな。みんな、話は葵から聞いたよ。我らが団員を侮辱した罪、その体に刻みつけてやるとしようか。絶対に許さないから。許さない。おっと、これは怖い怖い。朝日くん、この男は我々に任せろ。だから君は咲くんの願いを叶えるのだ。お願い咲、お願い叶えてあげなさいよ。わかった、ありがとう朝日。ピンくんのことよろしくね。いやだっち、オイラずっと咲と一緒にいたいっち。ピンくん、今までありがとう。サキ、ごめんなピンク、この妄想を俺たちは壊す。敵は一体一致、余裕しゃくしゃくし。壊してくぜ。いや、なっくっさ、一票ふっつ、やるよ。ライク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 、やばい、真面目にやれ。では回転速度。
本当にやったんだ。これは面白いものが見れたよ。貴様、あ、そうそう、ご苦労さん。おかげで俺の仕事が一つ片付いた。あの時みたいにね。ふざけやがって。先に表で待ってるよ。サキは、サキ大丈夫か？あなたは？え？ここはどこ？まさかサキさん。記憶が。サキ！え？オイラッチ、ピン君だっち、サキの由緒正しき使いまっち。このぬいぐるみ話せるの？え？オイラがわからないっち。妄想が壊れたんだ。サキ、サキどうしたの？そんな。サキ君の覚悟見事だった。なあサキ、俺だよ、朝日だよ、わかるだろ。ごめんなさい。なんでだよ、ずっと一緒に戦ってきたじゃないか。なのになんでだよ。キャ、朝日君やめたまえ。サキ君はもう君の知るサキ君じゃないんだ。そんな、嘘だろ。分かってたことじゃないか。あれ遅かったじゃん。あんまり遅いからそろそろ帰ろうかと思ってたよ。お前、お姫様もご帰還か。ま、お城なんかどこにもないけどな。あなた誰？はあ、こりゃ傑作だ。夜12時を過ぎたと思ったら魔法も解けちまったが。何怒ってんだよ。妄想が消えてよかったじゃねえか。サキさんの妄想は壊れました。これでも妄想は侵食しないのでしょうか？はあ、お前ら本当にめでたい奴らだな。まだカノンがいるだろ。カノンがいる限り妄想の侵食は止まらねえよ。だからな、この妄想を壊したところで何の意味もなかったんだよ。ふざけるんじゃないわよ。そこまでだ。余計なところで。春日、見ていたぞ。誰だ？春日の非礼な発言、すまなかった。代わりに俺が謝ろう。え？それにしてもだ。まさか、大将が直々にお出ましとはな。ああ。久しぶりだな、レイジ。今からでも遅くはない。俺たちのところへ戻ってこないか。相変わらずつまんねえ冗談だな。話は聞いている。妄想について調べ回っているらしいな。妄想に未練があるんじゃないのか？未練ね。お前がどこで何をしてようが、もう俺たちには関係のないことかもしれない。だが俺たちの邪魔をするとどうなるか、それは分かっているだろうな。分かんねえから教えろよ。だったら戻ってこい。妄想管理局について
一から教え直してやろう。お前が望むなら相応の席を用意する。望まねえよ。今回はお前の顔に免じて見逃してやろう。だが次はないと心得ておけ。期待しないで待ってるわね。そんじゃお疲れさん。なあ今のって。黒崎帝、察しの通り妄想管理局の局長だ。こうしてまた一つの妄想が壊れた。少女は現実に退屈し非現実を求めていた。そう、非現実という妄想を求めた。だけどそれは悪いことなのかしら。誰だって妄想を求めている。だけど私の立場では肯定できなかった。そして立場が違うからこそできる肯定。どうか妄想を大切に。妄想から目をそらさないで。大丈夫、きっと大丈夫だから。妄想はいつだってあなたたちの味方なの。